ふみ、今日の夕飯は何が食べたい？鍋がいい。お前には聞いてない、勝手に入ってくるな。家族つったら鍋だろう。一緒の鍋つついて絆深めようぜ。お前と深める絆なんかもともとない。流されるままなぜか健吾の家に住んで家族の真似事をすることになってしまったのだが、どうしてこうなった？ふみだって鍋が食べたいよな。子供に自分の好みを押し付けるなよ。ふみのためなら仕方ないよな。大変だ！千なりで男が暴れてるぞ！千なりだと？健吾、この店は客に虫が入ったうどんを食わせるのかよ。あんなでかいのが入ってたら気づかねえわけがねえだろ。お前が自分で放り込んだんじゃねえか。皆さん、この店はゴキブリが入ったうどんを食わせるような店ですよ。おい、そこまでにしておけ。あ？あんたは東雲組の？えらく威勢がいいな。どこの組のもんだ？いや、それは。ゴキブリがどうのとか聞こえたが、気のせいだよな。ここのうどんは美味しかっただろ。はい。なら代金置いてとっとと帰りな。次この界隈で問題を起こしたら分かってるよな。すみませんでした。ボン、迷惑かけてすまねえ。かかってねえよ。たまたま通りかかっただけだ。嘘つけ。息先切って走っていったくせに。健吾のくせにかっこいいじゃないか。それより何か嫌がらせされるような覚えあるのか？それがせがれがどこぞのヤクザに借金を作っちまったようで、親なんだから払えと乗り込んできやがりまして。どこの家も子には苦労させられるね。そういや、この間も加藤のとこのせがれがギャンブルにはまって借金作って問題を起こしてたよな。ああ、鉄工所の機械使って拳銃の密造に手出そうとしたらしいな。立ちの悪い金融にそそのかされたって話だったが。加藤のとこのせがれって高校で同級だった和夫のことか。少し前に継いだばかりの鉄工所を潰したって聞いてたけど。あれを丸く収めたのもボンだって聞いたぜ。加藤の親父もボンに感謝してたぞ。へえ、健吾が関わっていたのか。あいつらの横暴には本当に参っちまうよ。ふみのパパかっこよかったな。少しはふみの健吾に対する緊張が解けたかな。なあ、くったくった。サチ、お前料理の腕上げたな。何怒ってんだお前は。お前のところの組員はみんなどうなっているんだ。本当にありがとうございます、サチさん。これで俺たち若の不機嫌に悩まされずに済みます。若のことよろしくお願いします。おかしいだろう。なんでみんな揃いも揃ってあっさり受け入れてるんだ。すんなり納得してんだからいいじゃねえか。ふみのためだ、我慢しろよ。あ、サチ我慢してる？ふみ、子供なのに正座も崩さないで。そうだよな、いきなり今日から
ここがお前の家だよなんて言われてもな。フミといるのに我慢なんかしてないぞ。そうだぞ、サチが我慢してるのは俺への気持ちだけだからな。お前ほんと一度頭の中を検査してみたら。いい風呂だった。あの贅沢な風呂に入れるのだけはここに来てよかったって思える点だな。サチ、お前なんて格好してやがる。浴衣もまともに着られねえのか。ったく、無防備にも程があんだろうか。こんなに首詰めたら苦しいんだけど。そういや、フミはどうしてる？フミ？俺は見てないが。まだ伊勢崎と一緒なのかな。だと思っていたが。あそこ。俺が言ってもビビらせるだけだろう。言ってやれよ。わかった。ふーみ、何してるんだ？恋見てたのか？泣いてもいいんだぞ。ママが男の子は泣いちゃダメだって。バーカ、男だって泣くときは泣くさ。ママの言葉には大事なセリフが抜けてるんだよ。男の子は一人で泣いちゃダメだよって。一人で？そう、一人で泣いても寂しいばかりだろ。誰かと泣いたら寂しくない？寂しいのは寂しいよ。でも一人で泣くよりずっとマシだ。おいで。母親を亡くす苦しみは俺も知っている。俺は中学生の時だったけれど、いつもそばにいてくれたぬくもりがもういない不安でおかしくなりそうだった。そんな時、ただ黙って誰かがいてくれるありがたさも知っている。何やってるんだよ。別に。ほら、月が綺麗だぞ。そうだな。ケンゴはいつも通りの顔で、同情も慰めも何一つ言わなかった。ただ黙ってそばにいた。あの時のケンゴも今の俺と同じような気持ちだったんだろうか。よし、今日は一緒に風呂入るか。え？
お前も一緒に。断る。なんだ、恥じらってんのか。お前がそんなに俺を意識してるとはな。はあ、俺は純粋に嫌がってるんだよ。修学旅行の時散々人のことひ弱だなんだとバカにしたこと忘れてないだけだ。俺に裸を見られるのが恥ずかしいなんて可愛いところあるな。違う。なら一緒に入っても平気だな。平気に決まって。サッチ一緒に入る？はい。こんな純粋な瞳で見られたら断れない。なんでこんなことに。くそ、いつ鍛えてるんだこいつ。傷跡が増えたな。俺だったらもっと綺麗に縫ってやるのに。アヒルさん気持ちいい？昨日泣いてから前より表情が明るくなった気がするな。よかった。アヒルさん3人いるね。僕とサチと。ん？そうだな、俺とフミとフミのパパだな。あ、うん、パパ。ん？お前なんて顔してんだよ。今ちょっと幸せを噛みしめてる。考えたこともなかったが、子供ってのはいいもんだな。フミのパパ喜んでるぞ。本当？ああ、もっと言ってくれ。パパ？おう。あんな表情初めて見た。子供欲しいのか。こっちに向かいよ。そりゃそうだよな。なんで俺こんなこと考えて。なんだかモヤモヤして気分が悪い。気分が。の、サチどうした？顔色悪いぞ。あれ。おい、サチ。あれ、ここは。ほら、水だ。とりあえず飲め。はあ。味見くらい許せ。今日も見に来てくれてありがとうな。好きなシーンやセリフをぜひコメントしてくださいね。俺はやっぱりお前がエロいあのシーンが。なあ、やめろ。次回もよろしく。